白かオレンジか赤。どうもこんにちは、東大生クイズ王の伊沢です。よろしくお願いします。今回はですね、クイズのコーナーということで、まあ僕もちょっと始まったばっかりなんで慣れてないんですけど、まあ普通のクイズ番組みたいに僕がクイズを解くというコーナーになってますね。じゃあそんな感じでやっていきましょうか。じゃあ、早速出題お願いします。では早速クイズに参りましょう。今日やるのは色当てクイズです。はい。このクイズでは日常で目にする様々なものが白黒で表示されます。その画像のうち指示された部分は果たして何色だったのか思い出して答えてください。伊沢さんは視聴者さんに負けないように頑張ってください。はい、頑張ります。はい、それでは行きましょう。問題、こちらはカービィの画像です。ではこの部分の色は何色でしょう。もう分かりました。めちゃくちゃ答えられます。答え決めましたか。決めました。では答えをどうぞ。青です。あ、そう、違う。何色？違います。んじゃあもう一回答えたいな。いきなり？ちょっとそれ素ですか。今俺マジで合ってると思いましたけど。正解はこちら。まあまあまあ言われればね、言われればますけど。これまあいいや、全部言い訳になるわ。番組中もこう間違った時に平静を保つためにどうしてこうし間違ってしまったのかみたいなのは自分の中で言い訳しますけどね。まあこれがこうメンタル調整術というやつですよ。次の問題いきましょう。それではいきましょう。問題、こちらはバスキンロビンスと31のロゴマークですね。ですね。ではこの部分の色は何色でしょう。しかも結構これパステルなあれじゃないですか、女子向けなんで。今気づいたんですけど、バスキンロビンスのロゴの真ん中の B と R、 これ31に読めるんですね。知らなかったんですか、クイズを。じゃあ決めました。では答えをどうぞ。答えは普通にピンク。あ、合ってる。よかった。正解はこちら。あれ、こんなだっけ。ここなんならバスキンロビンスって書いてあるやつ全部色違うと思ってましたね今。だからなんか31になってるんですねって調子よく言ってましたけど、ロゴに普通に色分けされてます。本当だ。はい、では行きましょう。問題、こちらは、サザエさんのオープニング映像の時に流れている、ロゴマークですね。ではこの部分の色は何色でしょう。サザエさんのロゴはやっぱりあんまり意識して、あれこう、これはあかんねえな。はい、じゃあ一応決めました。答えは橙色です。あ、違うの。でも橙色でも納得するでしょ。これみんな誰も気づかない。本サザエさんを流した時にんの色が橙になってたとしても誰も文句言わねえよ。正解は、正解を見てみましょう。正解はこちら。あ、佐藤、同じ。ちょっと意地悪な。それではいきましょう。問題、あ、はい、こちらはセブンイレブンの、ロゴマークです。ではこの部分の色は何色でしょう。結構セブンイレブンが好き、コンビニの中だと。ホットスナックはね、僕はローソンが一番好きなんですけど、じゃあ行ってみようかな。行ってみようかどうかな。はい、でも二択だ。二択です。ちょっと何と何で迷ってるんですか。今迷ってるのが白かオレンジか赤。三択じゃないですか。いや、ちょっと今不安になった。自分の中で。いや、でも行きますわ。これ出題してくるからには白でしょ。正解は白でいいですか。あ、なしです。そんなことはないな。これだって灰色の段階で白だったらこうなってないもん。じゃあ正解はオレンジです。やった
よかった。正解を見てみましょう。正解はこちら。はい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 。まあまあそうですよね。まあまあそうですよね。ちなみにうんちくがあれば。うんちくですか。コンビニにシャッターついてるじゃないですか。24時間開けてんのに、はい、あれは暴動の時に襲われないためっていう、なんで地震とかが起こった時に町というか民衆が暴徒化した時にコンビニなんてめちゃくちゃ襲いたくなるじゃないですか。なのでそういう時に襲われないために24時間開けとくコンビニにもシャッターがついてるっていうね。それでは伊沢さんの成績を振り返ってみましょう。はい、4問出題されましたが伊沢さんは2問正解でした。はい、まずまず、まあ序盤ですしこんなもんでしょうね。クイズ王が全問正解するより半分とかの方がいいでしょう。まあでも今回の出題でいくと女子高生とかの方がいっぱい正解できそうな感じもしますしね。視聴者の皆さんも正解数とかコメントしていただいて、まあ僕に勝ったら喜べばいいと思います。ではここでクイズ王からの挑戦状のコーナーです。このコーナーではですね、今回出題しましたクイズと同じような形式のものを僕が1問作りまして皆様に出題いたします。この動画の中ではですね、答えを言わないのでじっくり皆さん考えてみてください。肝心な問題の答えはですね、僕が編集長をやっているクイズノックというサイトに記事としてアップしますので皆さんチェックしてみてください。リンクはこの概要欄に貼ってあります。これ一回やってみたかったんですね。それでは今回のクイズ王家の挑戦状はこちらの問題です。はい、この問題ですね、まあクイズ王らしいということでクイズによく出るのはオリンピックとかの話題ですからね。ベタに五輪のマークの色を出題してみました。意外とここの色は周りの色と比べても難しいんじゃないかなと思いますけど、さあ皆さんは正解できるでしょうか。よーく考えた後にサイトをチェックしてみてください。それでは今回はこんなところで終わりにしたいと思います。伊沢拓司でした。バイバイ。